エンゼルスの大谷翔平はプレーオフ進出を目指すエンゼルスにおいてと打で先頭に立ち連日のようにハイパフォーマンスを披露している動画「満身創痍でも打つ」世界を驚嘆させた大谷翔平の40号アーチを見よ日々奮闘を続ける大谷の個人成績が今期のもう一つの大きな関心事となっている大谷は現地時間8月7日 日本時間8日のジャイアンツ戦を終えた時点で本塁打数が40本とア・リーグトップを独走。さらに打率が308で3位、打点82も2位にランク。打撃部門でいずれも上位につけていることで三冠王も見えてきており、現地メディアでもその可能性について特集記事として大きく扱っている。ジャイアンツ戦終了後、メジャー公式サイト、mlb.com では、大谷の三冠王を占う特集記事を配信。現在の大谷の成績や、過去に達成した選手、各種記録などを紹介した。同メディアはその中で、現在やリーグ打率トップであるブルージェイズのボビシェットが故障者リスト入りしており、シーズン終了時での規定打席到達や首位打者タイトル獲得が困難であると指摘。また、2012年のミゲル・カブレラなど、 過去10人、打点が公式記録となった1920年以降の三冠王達成者の名前も列挙。さらに、アーロン・ジャッジやウラディミール・ゲレーロ・ジュニアといったわずかの差で達成を逃した選手の名前も紹介されている。加えて、もし実現となった場合、三冠王を獲得した最初のエンゼルスの選手であることや、最近での達成者がア・リーグのプレーヤーが続いているとして、 AL が三冠王を獲得してきた回数を7に伸ばすことになる。NL の選手が最後に獲得したのは、86年前の1937年にカージナルスのジョー・メドウィッグ、といった過去のデータも伝えている。さらに同メディアは、もちろん、大谷は投手としても素晴らしい成績を残しており、彼の活躍をより印象深いものにしている。過去10人の公式戦三冠王のうち、 そのシーズンにマウンドに立った選手はいなかった、として、二刀流の偉業も強調した。他にも、大谷のやることなすことすべてが歴史にページを刻む。それはこの二刀流スターが前人未到の能力を兼ね備えていることを物語っている、と綴っており、改めてその驚異的なポテンシャルを称えている。果たして、メジャーで三冠王を成し遂げることができるのか。 夢のような大記録ではあるものの、大谷ならば実現への可能性を膨らませる、そんな期待を抱くファンは少なくないだろう。あや、構成、ここからネクスト編集部。